スタートです。それでは参ります。ドライバーズオンザゾーン。さあ、今日はフライングしなかったマイジンファイセン先頭スタート見事に決めていきます。ホームスレート1周目戻って降りますね。さあ、1周目ポジションを上げたのはカーナンバー6番サイン選手、ちょっと牧選手、岡選手、岡選手、この辺りでしょうか。さあ、ホワイト、ピンク、ブルーのフィアット、アブルト1対1、マイズミンパイセン。さあ、トップをキープしていきます。そして2番手にはホワイト、イエロー、オレンジのカラーリング、カーナンバー2番、山田アルシー、渡辺浩太選手が続きます。さあ、ライズに対して回転を取っていく、ホームストレート、さらにも通過して 1.6 秒とですね、周回数は4周目の攻防に入っていきます。1番、2番、そして井上博之選手、カナンバー5番、こちらが3番、小野井選手、最終コーナー、1周目の進行中。さあ、その後、ずりと抜けていきます、トップマシン、前泉選手、そして 2.1 秒差、少しずつ差を広げにかかります、前泉選手。渡辺選手、今村隆選手がポジションを上げて現在3番手、そして今村博選手4番手、そして新しい選手がこれで今5番手までポジション戻してきましたね。1番、2番、4番、5番、3番と続きます。ここまでがトップ5。さあ、トップ5選手、相手に飛ばしている現在コース中央。さあ、かまぼこセクションもインガーギリギリを通ってかわしていきます。ホームスレート戻ってきて、これで7周目。さあ、2番手マシン、少し差が開いてきたか、渡辺選手、今ホームストレート、ホワイト、イエロー、オレンジのカラーリング、そして今村隆選手がその後ろ、カナバ4番、本当に1個部品があるか、転ばせるか、誰のが大丈夫か、かまぼこ事件とかですね、なんか一応部品が落ちてなかった、ありがとうございます。さあ、トップマシンはホワイトピンク、ブルー、マイジン選手のカラーリング。さあ、最終セクションへと入ってくるマシン、残り時間はあと40秒といったところか、カナバ1番がトップ、そして2番手渡辺選手もホームストレートに戻ってきた。セッションが変わってますね。カナバ4番今村選手に変わっております。この後ろ約1秒差で渡辺選手がいったところ。さあ、2番手も実際展開コースを、さあ、2番手はゴルフでしょうか。最終コーナー入ってくるカナバ4番、今ホームストレートが下がってくる。今村隆選手、渡辺選手、タイムとは 2.1 秒差、1番、4番、2番と続きます。残り時間はあと12秒。さあ、菅原選手、7番、8番もポジション4番手まで上げてきております。1番、4番、2番、8番、5番と続いて、残り時間はあと5秒。さあ、2番と一緒にもう一度入ってくる。さあ、ここで3分が経過している。さあ、岡選手、佐藤選手からゴールになります。さあ、トップマシンは最終コーナー手前、マジマシン、ホールトゥーリン、ホームスレート戻ってきた。スタジストップゴール、そして戻ってくる2番手マシンはカナバ4番、今村隆選手、チームスピリット、そして渡辺選手も戻ってこれるか、戻ってきましたね、渡辺選手3番手。それではラリーグランプリライト決勝 A メイン3分間レーススタートです。参ります。ドライバーオンザトーン。はい、どうぞ。そしてその後ろ走る渡辺選手も1周目前線にプレッシャーを見事にかけていきました。少し離れて今は 1.4 秒差。さあ、食らいついていきたいところ。さあ、先頭走る前泉選手はホワイト、ピンク、ブルーのジアリアリス、そしてその後ろホワイト、イエロー、オレンジのカーリング、同じくジアリアリス、渡辺浩太選手、山川アルシー。さあ、 1.8 秒差と少し差が開いてきてしまったか。そしてその後ろ3番手にはポジション1つ上げた外資系加藤健太選手、メタリックブルー、結構イエローのスバルから、そしてさらにその後ろカナンバー3番、男でイン側に入っていくカナンバー3番今村選手、チームスピリットポジション戻して1番、2番、3番、4番、5番、ここまではグリッド通り、そして丸川選手までが一応グリッド通り6番手走行中。さあ、ほぼポジション通りとなっております。
さん2番手争い、ホームストレート渡辺選手、今村選手が少し近づいてきたか。さあ3番手争い、ホームステージ今村選手、加藤選手、そしてその後ろではさらに2台のマシン、5番、6番がデッドヒロ、おっと5番のマシン転倒、福原選手ここから巻き返し狙っていきたいところ、1番、2番、3番、4番、そして6番、8番、5番と順位が入れ替わっております。1分50秒が経過、残り時間は1分5秒。さあそして前日回転は現在実況室内に戻ってくる、1台挟んでその後ろ渡辺選手も続いていくホームストレート。さあタイム差は 2.6 秒差。さあ少しずつ差を広げにかかる前泉選手、残り時間は45秒、周回数は現在9周目。さあホームストレート再び戻ってきて、これで10周目、そして2番手渡辺選手が 2.3 秒差、そして3番手マシンも今ホームストレート、2番手とは約 3.4 秒差、コンマ9秒差で加藤選手、その後ろ 1.3 秒差で丸川二郎選手。さあ終盤戦に突入していきます。1番、2番、3番、4番、6番、7番、9番。さあ残り時間はあと15秒。さあ前泉選手は最終コーナーもう1周入るかといったところ、12周目。さあ残り時間少ない、渡辺選手ももう1周入っていく、サレータイムはここで3分が経過。さあそれとほぼ同時に今村隆選手3番手でゴールイン、加藤健太選手4番手、丸川選手も戻ってくる。さあ最終コーナー戻ってくる、トップマシンは前泉選手、そして戻ってきた、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでございます。いやいや、もう、はい、走りがね、やっぱり全盛期に近くなってるかな、パイセン。おっと、イカ焼きが憧れてたパイセンに戻りつつあるかね。おお、あとちょっとですかね。去年、今年はちょっとダウンかなって思ってちょっとイマイチでしたからね今年万全に仕上げてきたんで、ね、まあ、今回ね、今日はラリーライトと M ラリー走行したんですけど、結構路面が特殊でペイントしてあるような路面なので、まあ、滑りやすいんですね。まあラリーなんで多少こう振り回しては走りたいんですけど、やっぱりジャンプセクションがどちらもあるので、ジャンプのその飛距離とか着地の乱れで結構タイムロスしたりタイムを稼げたりするんですけど、そのあたりをちょっと皆さんも熱中して走行していただけるとうまく走れるんじゃないかなと思うんですけど、コツは飛ぶときに半分ぐらい軽く引いてフワッていって、着地はハンドルを動かさない、まっすぐの状態で着地すると車の挙動の乱れがなくなるので、次のコーナーは次のコーナーっていうふうに失速するようにいけると思いますんで、ジャンプの手前で軽く引くっていうのと、着地する瞬間にタイヤがハンドル切れない状況で、走行するようにしてみてください。参考になりますね。ジャンプの質問が今回一番多かったんで、はい、まあ、あとはそのインナーとか何がいいとかってあるんですけど、結構中距離の方とかではリアだけインナーなしとか、そういったのも流行っていて、結構インナーなしでリア走るとグリップが上がったりとか、あと人によってはフロントもなしにすると、ちょっと波状ギャップみたいなのがあった時に跳ねにくくなったりするので、一度そのインナーなし試していただけると、まあ、できるだけトレッド広げると安定して運転できると思いますので、そのあたり注意してセッティングしてみてください。ありがとうございました。